豊橋市地下資源館は、愛知県豊橋市大岩町阿座、日内坂19-16にある、地下資源や鉱石、エネルギーの博物館である。豊橋市長各教育センターが併設されている。地下資源館では、世界の鉱物、鉱石、金属材料、地下資源、海洋開発、エネルギーなどについて、展示、紹介している。 入り口は三重県の奇襲鉱山の行動を模したものになっており、甲府の人形も置かれている。バッテリーロコや鍋トロ等の鉱山鉄道の車両が展示されている。また、様々な実験ショーやワークショップも土曜、日曜や夏休みを中心に行われている。市聴覚教育センターにはプラネタリウムがあり、大人300円、子供100円で観覧することができる。 1973年の石油ショック以降、豊橋市で地下資源の重要性が見直される中、子どもたちが地下資源に対する理解と関心を高めるきっかけを作りたいとの機運が高まる。1976年5月26日、市は小中学校の社会科や理科の教諭など16人に移植して地下資源間設置研究委員会を設置した。同委員会は、 国立科学博物館、秋田大学附属工業博物館などを視察し、2年がかりで調査研究を重ねた。1979年6月、市は市議会に地下資源館建設の議案を提出。市議会の承認を受けて7月11日に工事は着工した。1980年11月1日、豊橋地下資源館が開館。 掃除業費は7億1560万円であった。ありがとうございます。